皆さんおはようございます、うっちーです。本日は2月の17日曜日です。ずっとちょっと元ブログができなくて、今日は約3週間ぶりの元ブログですね。はい、イエーイ、ありがとう。現在長良川の堤防を走っております。今日のルートはこちらになります。はい、ごめんなさい、ボケてきんかった。やったよ。知っとる知っとる、今元ブログやっとたもん。さあはい、本日のルートはこちらになります。はい、ドン、こちらですね、こちらです。で、今もう声がね、バレてね、声が入っちゃったんで、バレましたけど、本日のタンデムはミサですね。はい、ミサちゃん、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、今ね、ほんとちょっとタンデムできなかったね。じゃあタンデムできなかったじゃないね。今やえ、俺で銀だったショック。俺も帰ろっかな、今日も。そう、やられたな。はい、ちなみにミサちゃんは今日のルートは知りません。今日山行くよ。うん、いや、まあね、22号の方を通ってね、岐阜方面にちょっと行きたかったんですけれども、まあ22号とかだと八重ができないということで、ちょっと遠回りなんですけど、長良川の堤防から来ました。もう八重をちょっと久々にしたくてね。イエーイ、いやいやいや、ありがとう。おお、今日やっぱ寒いのに、やっぱバイク乗り多いね。ライダーさん多いよね。多いね。イエーイ、ありがとう。おお、ありがとう。えしゃく、2台目えしゃくですね。はい、もう2台、はい、3台、イエーイ、1台許し許し、はい、ありがとう。イエーイ、ありがとう。はい、すいません、ちなみに今日のミサちゃん、全財産85円らしいです。ツーリングで出かけるって言っとるのに、85円で来るのはなかなかチャレンジャーだな、こいつ。違う、もう絶対喧嘩売っとるとしか思えない。途中でどっかコンビニに寄るかなって思ったら、ありがとう。はい、チャルダ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 、無視された。無視されてやんの。イエイ、イエイ、ありがとう、ありがとう。さあ、もうすぐ一夜城ですね。左側に桜の季節がすごい綺麗なところね、一夜城。イエイ、ありがとう。いや、今ギリギリだったな。もう遅かっただろ、今。イエイ、気に入ってくれんかな。ありがとう、ありがとう、シャケもらった。ここから岐阜市だね、はい、川越えたら、うん、久々に来るぜ。ずっと来てなかったからな、今日ちょっと久々に楽しみだったんだよね、うん、はい、二重面相さん到着です。はい、二重面相さんでご飯を食べてきました。はい、僕はですね、スタミナラーメンと半チャーハンセットでしたね。はい、みさちゃんは？ネギラーメンの塩です。塩だね、うん、二重面相さんでね、一つやらかしたことがあって、うん、二重面相さんって普通盛りが、うん、普通他のお店でいう大盛りなんですよね。で、僕は大盛り頼んじゃって、うん、特盛り状態だよね、あれ。めちゃめちゃお腹膨れた。はい、じゃあ次の目的地はこちらですね。ミサちゃん、どこ次の目的地は？お山さん。お山、何山ですか？富士山。あといくら貸してほしい？ん？あといくら貸してほしい？だからいくらか、いや、じゃあコンビニ行けば解決するんだよ。何？はい、現在国道21号線義大バイパスですね、を走っております。はい、どんどん行くよ、どんどん行くよ、どんどん行くよ、どんどん行きましょう。はい、どこ行くんですか？山と言ったら？山ね。 YouTube 釣るぞ。釣りませんよ。釣らんか。これも曲がるとすらへぇ、はい、ありがとう、ありがとう。イエーイ、ありがとう。コンビニ反対車線か、行きたかったけど残念だったな。ドラッグ豊かじゃ俺選手な、多分大丈夫だと思うんだけどな。
通行止めなの？大丈夫だよね。いいよね、行ってもね。行こう。あ、通行止めじゃん。本当だ。なーにー、残念。池田山は無理だったか。そうか、そうか、通行止めか。残念だね、それはね。ね、まあ、しょうがないよね。うん、じゃあ、まあ、仕方ないから。はい、じゃあ行きましょう。はい、最終目的地、養老の滝ですね。はい、じゃあ養老の滝までよろしくお願いします。お願いします。あー、池田山残念だったな、本当に。なんか厳しくなったな、あれな。うん、昔そんなの関係なかったんだけどな。まあ残念としか言いようがないね。じゃあ次の目的地まで行きましょう。はい、養老の滝は何が有名だったかな。なんとか公園があったよね。なんだったかな、なんか反転なんとかってあったな。あ、な、なかったよな。うん、あるね。うん、やっぱバイクって楽しいね。うん、冬でも関係ないもんね。うん、はい、右曲がります。県道215号線ですね。はい、養老たるい線です。うん、あれぞ、あ、そうだ、忘れとった、普通にぼーっとしとったし。あ、養老町ですね、ここから。養老町、養老へ、養老よ。すげえ、なんかさっきから商店街ばっかしてとるな。ねえ、さすが Google マップだな。もう絶対近道しか教えんもんな。うん、あ、もうすぐじゃん。お、養老公園が近かったもんな。もう意外に早かったね。ねえ、早かったね。で、ここで、ね、これに多分なんとか反転地って書いてあるの。子供の国、あ、養老天面反転地な。うん、イエイ、ありがとう。警笛鳴らせ。うん、あー、枯葉が危ねえ、枯葉が。あんな枯葉入ったらすぐ黒いんや。おー、砂利や、砂利や、砂利だし、砂利だし、ボコボコだし、枯葉だし。あ、黒どころの話じゃねえだろ、ここ。でも滝駐車場ですかね、ここなのかな。はい、養老の滝駐車場到着です。見てきました。はい。うーん、マイナスイオン癒されましたね。うん、癒されたね。はい、ミサちゃんどうでした？自然に癒されました。はい、で今日はここまでの動画となりますね。じゃあ次回の動画はどこになるのかな？いつになるのかね。はい、本日もご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。またこの動画でお会いいたしましょう。じゃあ本日はうちとミサでした。はい、じゃあそれじゃあね、バイバーイ。
お気をつけて。お気をつけて。お気をつけて。バギーさん、ありがとうございます。